日本共産党の武田良介です。先日の参考人質疑の中でパリ協定にも適用策を取ることが明記されているという旨も語られました。緩和策と適用策の一体的推進が必要であるということを改めて確信を持ちましたし、適用策について早川参考人は止めどがないものだと、でさらに適用はどこに起こるかわからない、しかもそれぞれの顔を持っているということも話されました。それらのことを踏まえて今日は質問させていただきたいというふうに思います。今回の法案で地域適用計画を作るということになりますけれども、それ自身が非常に難しいというふうに言われております。私、長野県の担当者の方から話を聞きました。で長野県ではこの適用策を取っていくために2つの課題、2つのボトルネックという表現してましたけれども、があると言ってました。1つは影響シミュレーションやモニタリングができないこと、でもう1つは適用策を実際の暮らしに反映させる、その開発者などの段階でまだまだ適用とは何なのかということが十分理解されてない、その必要性が十分理解されてないということをおっしゃっておりました。で当然これは長野県だけではなくて各地で共通の課題だろうというふうに思いますけれども、長野県のような課題意識を共有されているかどうか、まず大臣にお伺いしたいと思います。中川環境大臣。はい、環境省では本法案の国会提出に先立ち、地域における適用策の強化に向けて地方公共団体や地域の研究機関等から課題となる点も含め、さまざまな声をお聞きいたしております。私も職員からその報告を受けており、問題意識を持っているところでございます。地方公共団体からは、例えば適用策の推進についての法的根拠がなく、組織内の理解が不十分である、あるいは適用策を推進するための科学的な情報や参考とすべき優良事例が不足しているといった課題があるとのご意見がございました。こうした地方公共団体からの声をですね、しっかりと受け止めて今回の法案の作成に生かしたところでございます。武田良介君。今紹介した一つ目の課題ですけれども、現場では影響シミュレーションができない、モニタリングがなかなかできないと、これはどうしてそういうふうになるというふうにお考えでしょうか。地球環境局森下局長。お答え申し上げます。地域の研究機関が気候変動の影響について、モニタリングあるいはシミュレーションを行っていくには、その手法についての技術的な知見、そして経験、この2つが必要となりますけれども、多くの地域の研究機関においてはこれらの知見と経験、これらが必ずしも十分ではなく、そのためご苦労をなさっておられるというふうに認識をしてございます。このため本法案では地域において気候変動の影響につきましてついての調査研究等を行う大学や研究機関に地域気候変動適用センターとしての役割を担っていただきまして、このセンターが地域の気候変動影響に関するモニタリングやシミュレーションを適切に行うことができるよう、国立環境研究所が技術的な助言や研修等を行うということを想定をしてございます。これらの規定に基づきまして地域においてモニタリングやシミュレーションを行う研究機関の活動をしっかりサポートしてまいりたいというふうに考えてございます。武田君。先日の参考人の質疑の中でも片山委員の質問に対して浅野参考人も国家権が持っている機能はサイエンスの世界でどういう影響が生じるかということを冷静に見ていると、ではそれに対してどのような政策を動かせばいいのかという社会科学的な部門は極めて弱いということも話されていました。私も今回の法案の審議するにあたって国家権にいてまいりましたけれども、率直にそういうこともおっしゃっておりましたし、非常にその通りだなというふうに思いながら聞きました。国家権から得られる角度の高い情報を受け止める側にもう一つ能力がないとなかなかうまくいかないと、浅野参考人はそういうこともおっしゃっておられたことを私も指摘をしておきたいというふうに思います。で、都道府県が持っている地方環境研究所についてお伺いをしたいというふうに思います。全国に環境分野を扱うこの地方環境研究所がまずいくつあるのかという点と、それからこれ現状を見ますと衛生部門
厚労省なんかが持っている衛生部門のところと環境の部門が合併しているところもこれ経過としてたくさんあると思いますが、環境部門のみで今専門でやっている機関はいくつあるのか、この2点まず最初にお願いします。中井総合環境生活統括官。お答え申し上げます。地方環境研究所は環境に関する試験調査研究活動を行う機関といたしまして、自治体により設置されておるものでございます。全国の環境に関する試験研究機関を会員といたしました全国環境研協議会という組織がございますが、現在平成30年4月現在で67機関がこの協議会の会員となってございます。この中には委員ご指摘のとおり地方衛生研究所と統合と配合したものが多くございます。また農業系の研究機関などさまざまな機関と統合配合したものもあると認識してございますが、その環境に関する研究のみを行っている研究所のこの正確な数につきましては現時点では把握できてございません。気候変動に関する影響さまざまな形で現れてまいります。適応対策を適切に進めていくために地方環境研究所をはじめさまざま関連する研究機関と連携協力して取り組んでいくことが必要と考えてございます。武田君。わからないと、いうことでありました。もともとは67あったものがどんどん統廃合されて減っている。で今実態としてわからないと、いくつね専門でもともとやってたものが統廃合されてどれだけ残ってるかということもわからないということでした。結局やっぱり行革っていうことが言われる中でどんどんこう統廃合が進んでいく中で研究所も減る、そして職員の数も減ってきたということもあると思うんですが、地方環境事務所でも職員の数が減ってると思いますが、職員の数はどれくらい減ってるでしょうか。中井統括官。地方環境研究所でございます。はい。この職員の具体的な数につきましても先ほど申し上げました全国環境研協議会というところにが把握しているかというところでございまして伺いました。現在事務局高知県の環境研究センターさんが事務局やってございますけれども、職員の具体的な数はこの全国環境協議会においても把握していないというふうにお答えいただきました。またしかしながらこの地方環境研究所では職員の人員削減等に伴ってですね、技術力の維持や向上承継が課題になっているということはもう明らかでございまして、環境省の方にもこの協議会からそのようなことでの国の支援ということでのいろいろ要望も出ておるという状況でございます。申し訳ないですけどその具体的にどういうふうに減っているか、その具体的なその減った理由等についての把握というところはこの全国協議会さんの方においても正確にはちょっと お答えいただけないという状況でございます。武田君。これも掴んでないということで私も非常に驚きました。やっぱり適用だで、それぞれの地域で適用策作る、ここが一つ大事な役割を担うということは間違いないわけだけれども、これまで統廃合されてきたで職員がどれだけ減ったということをぜひ正確にこれ掴んでいただかなければならないというふうに思いますし、そのことを求めたいというふうに思います。でこれ先ほども農業関係のところと統廃合という話もありましたが、地方衛生研究所という厚労省のところと一緒になっているという関係がありまして、厚労省の方から見たらこれも厚労省としては数確認していただきましたけれども、ある程度数把握されているわけですね。厚労省が所管している地方衛生研究所の1箇所あたりの平均常勤職員数で、これ統合された全体の職員数からこの衛生部門を引けば環境のところが見えてくるというところがあるわけですけれども、これ、2004年に平均すると環境部門が15人で、2008年で 13.3 人、2013年で 10.7 人と、でこれ厚労省にも確認した数字ですけれども、少なくとも2004年から13年に9年間で平均15人が平均 10.7 人というふうにこれ減らされているということになっております。でこれ自身が有意識問題だというふうに私は思います。でこれ減らされているのは地方の環境研究所だけではなくて気象庁のところでも減っているということです。で気象庁の観測所は管区気象台が全国に6カ所で、地方気象台は50カ所、それから測候所と
というものもあります。でお聞きしたいと思うんですが、速効種はまず当初いくつあったのかということと、でこの速効種も、原則廃止ということも言われ無人化が進められていくということがずっとありましたけれども、現在までにいくつ無人化されているのか、まずお聞かせください。気象庁後藤総務部長。お答えいたします。速効種につきましては、気象観測を主な業務とする官所として平成7年度には全国96箇所に設置されておりましたけれども、気温風等に関する自動観測技術の進展を踏まえまして、気象庁では徐々に機械化無人化を進め、平成17年度末には46箇所となっております。その後平成18年6月に国の行政機関の定員の順延についてが閣議決定され、観測業務の可能な限りの自動化を実施することなどにより速効種を原則廃止とすることとされたことから、平成22年度までに帯広と名瀬の2箇所としたところでございます。武田君。96あったものが94無人化されて今2つと、いうことでありました。でこれ無人になるとできないことがやっぱりあるわけですね。目視によって観察する観測するということができなくなっていく。で例えば、生物季節観測というのがあるということでありました。桜の開花時期を記録するということに代表されるようなものだというふうにお聞きをしておりますけれども、その土地のその地域の桜っていう植物の毎年のデータを取っていくということができなくなるということでした。でこれ速効種は2006年から10年頃までに、先ほどの話ですけれども、どんどん無人化されて今2人のみと、先ほど のもう閣議決定の話も出ましたので分かりましたけれども、そういう全廃ということが謳われてね、閣議決定があってどん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 減らされてきたということなんです。でこれは本当に 大変な問題だということで一つ紹介したいと思うんです。今お話にありました名瀬の速効種、奄美にあるわけですね。鹿児島の奄美にある群島のところにあるわけですけれども、今も常駐者がだいたい20人ほどいらっしゃる速効種だというふうにお聞きをしました。でこれ奄美では2010年に奄美豪雨被害が起こった。で速効種にまだ人がいたわけですね、2010年の時に、今もあるわけですけれども、日頃から自治体と速効種職員が緻密に情報共有し連携をしていたために、気象庁が記録的短時間大雨情報を出すよりも早く自治体は住民に避難を呼びかけることができたと、そういう事例があったということをお聞きしております。これはやっぱり、現場の状況をきめ細やかに把握できる、そういう専門的な知識を持つ速効所があったからできた対応だったというふうに思うわけです。でしかもこれ災害は2010年で、先ほどの閣議決定の話からしても全廃だって言われたけれどもぜひ残してほしいというふうな声が地元からも上がって残されて今のような災害対応ができた。だから速効場を残してきたということの意義を改めて強調しておきたいというふうに思いますし、今回の適用の法案ということですけれども、むしろその速効場や、地方気象台も含めて、体制の強化、人員予算も含めて必要だということを思います。ちょっと時間もないんですが、地方環境事務所の話に、環境研究所の話に戻りたいというふうに思います。で先ほどの季節生物観測、桜の開花の記録などの話ですけれども、これ実際には貴重なデータが失われているというふうに思います。例えばこの廃止のことがどんどんと言われて大問題になっていた2009年の時の読売新聞の記事見ましたけれども、名古屋の地方気象台で主任予報官されていた方が、インタビューに答えて、インタビューじゃないですね、質問に答えて記事になってましたけれども、桜の開花やセミの初鳴きっていうんですかね、初めてセミが鳴いた時などの生物季節観測は廃止されてしまうと。地球温暖化の指標としても注目されつつあるが、1世紀近く続いた記録が途切れた地域も多いということもされて、指摘をされております。これからいざ適用策考えようというときに、1世紀近く続いた記録が途切れてしまうと、そのことの重みがあるというふうに思います。でそこで大臣にお伺いしたいと思いますけれども、地方環境研究所への体制の強化に向けて、
予算措置も含めて力を尽くす必要があるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。中川環境大臣。ご指摘のとおり、その環境省の環境研究所はもちろんでありますが、地方の環境研究所の充実ということも重要でございます。そして加えまして、地域においてその動植物の生態の変化や季節間の変化などについて長期にわたって観測を行っている住民団体もございます。そういった観測を行っております地域の研究機関、また住民団体の協力もいただいてですね、情報基盤の充実を図り、気候変動影響の評価にも活用していく新たな取り組みについて検討していかなければならないと考えております。武田君。ぜひお願いしたいと思うんです。私も見ましたけれども、中間審がこれどんどん削られていく最中だと思いますけれども、平成18年に、環境研究環境技術開発の推進戦略についてということで答申を出しておりました。でこの中でも予算の関係云々、厳しい財政状況云々で減らされてるけれども、機能の充実が求められるということも言われておりました。ぜひその立場で対応していただくことが必要だということをお願いしておきたいというふうに思います。ちょっともう時間がないのであれですが、気温上昇ということで、私農業への影響ということもありまして、長野県の八ヶ岳高原というところに行ってきました。ちょっと簡潔にちょっとだけ紹介したいと思いますけれども、あそこは高原野菜の産地であります。原村だとか山の向こう側は南牧村、川上村というところもありまして、高原野菜の産地です。セロリだとか、レタス、キャベツ、いろんなものを作って、朝それを取れば首都圏にその日のうちに、消費者に届けることができるということもあって、そういったブランド的な産地といいますかになっているわけです。でもともと例えばセロリ、ですけれども、だいたい850メートルぐらい標高で言いますと、そのぐらいのところで作っていたということですが、どんどん気温が上昇するに従って100メートル1度というふうに昔の方はおっしゃったそうで、そんなに正確かどうかは別にして、今はだいたい1100メートルぐらいのところで多くの農家さん作っているそうです。でただ時期をその半年ぐらい生産したいということも当然あるので、どこで作るのか、ある程度この出荷時期に応じて作付けしているところも違うとおっしゃっておりましたけれども、一番上が今だいたい1300メートルぐらい、ただそれより上になるともう八ヶ岳の噴火の影響で石がゴロゴロしているから、それ以上上はもう作れない。これ以上気温が上がったらもうブランド産地としてね、やってきたここのセロリがどうなるのかということもおっしゃっていた。それだけに適応と緩和は一体だと。だからこれから二度目標ということも言われてますけれども、どこまで気温が上がってしまうのか、緩和策が不十分になって、見通しがつかなかったら適応策だって十分取れないというふうになっていくわけですから、そこの必要性、緩和策の必要性ということはやっぱりあろうかというふうに思っております。大臣にその点でそういう見通しを持ててこそ適用策も実効性あるものになるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。中川環境大臣。はい。パリ協定におきましては、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏2度高い水準を十分に下回るものに抑えることという目標を定めております。並びに、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏 1.5 度高い水準までのものに制限するための努力を、して、継続するということを、パリ協定で規定をしているところでございます。こうした世界全体での目標をですね、我が国もしっかりと実現できるように、緩和策をこれから長期戦略を含めて、作っていきたいというように考えているところでございます。武田君。最後に一問だけ。高原野菜の産地に行ったときに最後におっしゃっていたのは、これ以上暑くしないでくれということをやっぱりおっしゃって、
おられました。前回の質問では石炭火力に関わって2月合意の見直しということもお聞きしました。削減目標の引き上げということも当然だというふうに思いますが、もっと言えばエネルギーミックスだと思うんですね。今回の適用法案を審議するにあたって、やっぱりこのエネルギーミックスの見直し、これぜひやっていただきたいというふうに思いますけれども、最後に大臣いかがでしょうか。中川環境大臣、時間が来ておりますので簡潔に。エネルギーミックスは2030年度 26% 削減の目標を達成するために整合的なものとなるように定められているところでございますが、この毎年の進捗状況をですね、点検をして少なくとも3年ごとに目標および施策について検討を行い、必要に応じて計画を見直すということになっております。終わります。